おはようございます。ハワイトーコナです。私の寝てるベッド、オーシャンビュー。姉さんの部屋からはこんなです。いい天気、出かけましょう。あー、ちょっと窓が汚い、失礼。画面の左端ねめちゃくちゃ天気いいし、もうい天気です。はい、山の松山さんです。今日はね、波が大きいんで、パインズ、今これ上のベルトロード、超いい天気ですね。今から郵便局に行きまーす。今日はね、ちょっと朝から気が変わってっていうか、ちょっとね、今回やりに来た大仕事、一番の大仕事は、まあ、ちょっと離婚をね、成立させてやろうと思って、させてやろうとかあれですけど、もうね、めんどくさいんですよ本当に。アメリカの離婚って、日本みたいにね、なんかこう離婚届になんかこう書いて判子して役所に出して終わりだったら本当いいんですけど、いや、裁判所にこうね、調停を申し立てなきゃいけないんですよ。で、まあね、そこにこう争い事があったり、なんていうの、まあね、お金をあげるだの取るだの訴えるだなんだってなると、またすごい面倒くさいことになるんですが、私はね、別に一セントもあんなやつから欲しくないので、はい、まあ、その協議の上、同意の上っていうんですか。あ、天気いいからちょっとどうしよう。あ、でもちょっとお仕事ファーストで、ちょっと今日はパラニから行きますね。早いんでこの方が。まあ、そんなわけでね、ちょっと、今からその書類をね、郵送で、もう全部今朝記入終わって、書類を揃えて、私が原告でございます。相手方は被告でございます。申し立てを行います。イエーイ、パチ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 。本当いい天気、こういう日にさ、今からこれなんか山側の何、ベルトロードをずっと、なんだっけ、ホルアルアの方、こう UCC とか行くと綺麗なんだよなね、ミキさん。だけどさ、ちょっとやることやりに行きます、とりあえず。はい、でね、その後ちょっとアリードライブダラダラっと行こうと思います。はい、はいとか言ってもうダメだ、このはいって言っちゃうんだよね。ほんといい天気、なんかパラニすら絵になりますね。ふぅ、
ちょっと脳みそが今もう飽和状態で、なんかプレインティフとかディフェンデントとかアンコンテステッドとかってやってたらなんかちょっと頭痛くなりました。普段ちょっとねそういう系のあの用語にあまり縁のないというか全く縁のない人生を送ってきたのでね、ちょっとあれ、あ、ランスの今看板があった。何でもないです。何でもない。独り言です。もう今日はね、後でちょっとずーっとアリードライブをカハルまで行こうかなと思います。あ、ゆべよく寝れました。あ、やっとね、なんか。昨日は本当になんかもう3時4時ぐらいに夕方もうなんか半分寝てましたけど、あの1日でジェットラグ解消。うわー綺麗だね、真っ青。ちなみにね、あの私ギャラクシー2つアンドロイド2つ持って、まあ、カメラ代わりですね S10 と S23 なんですけど、 S23 がまあ普段使ってるんですよ。ただハワイに来るともうこのドライビング動画を撮りまくるもんで、ちょっと何容量が編集もつかないし、ドライビング動画はこの実は今 S10 で撮ってるんですよ。 S10 の方で古い方で撮ってるんですけど、でもねこっちの方が HDR が効いてて綺麗だと思うんですよね。なんか鮮やかでね、ちょっと私の動画ってこうダラダラと長いので、あの画質をねそんなに最高潮で例えばね、あの 4K、4K そこまで上げてないんですけど、容量があってねデータがちょっと重くなっちゃうんで、でも綺麗だよね。っていうかもうハワイそのものが、コナそのものが綺麗すぎ。ほらこのさ道端のこのブーゲンビリアが綺麗なこと。そうでも多分ね、あやっぱそうだ、うん、絶対そうだと思ったけど、あのサングラス偏光レンズおすすめです。すっごいくっきり見えるし、もうなんかコントラストが超強いからハワイって日差しがねすごい強いでしょ。もうサングラス必須ですけど、やっぱ偏光レンズすごいいいですよ。海がねやっぱりリーフがくっきり見えて綺麗だし、なんか世界が HDR に見えます。ブーゲンビリア本当綺麗ね。ほらねやっぱりね、やっぱねパラニの方が早いんですよね、絶対そう思う。ああーそうだ、そこ行きたい。とかって、あそこ行きたいとかって頭の中で分かってるんですよ。だけどとかって言ってるあたりがダメだよね本当に。あそこっていうのはメイシーズです、メイシーズメイシーズに行きたいって言いたかったの行きます、今じゃなくてね。だから今から郵便局行くの聞いてるっていうのね、本当にこれねマジで私一年中コナでこうやってなんか運転しながら一人でずっとブツブツ喋ってるんですよ。これさ隣で止まった車、信号待ちとかで止まった車とか隣とか前とかの人って多分私が電話で喋ってるぐらいに思ってるんでしょうね。全然違うんだけどまあ今ね結構ほらハンズフリーとかでみんな喋ってるから、まあ、口が動いててもあれかもしれないけどいや本当に美しゅうございますね今日は。
ーヒー&ティーのさ、あれが欲しいです。アロハコレクションのベージュのポーチ、でっかい方のやつ。もうダメだ、病気だ。でもね、うちの昨日かな、うん、昨日会社でうちのプリンシパルブローカーって言って、あのブローカーの親分みたいな、これ女性でサラって言うんですけど、あと私のあのまあ相棒、相方の、まあ、エレンって言うんですけど、エレンとサラと3人で喋ってて、私が持ってたあのアロハコレクションのデイトリッパー、仕事用のやつ、それを可愛いって話になって、でサラもなんかアロハコレクションのポーチを抱えながら話してて、ちょっとあれアロハコレクションやばいよねって話になってね、彼女もなんか何個持ってるか数えたくない、怖いって言ってました。なんかお金全部つぎ込んじゃってるんじゃないかっていうやっぱね、みんなこれ中毒気味です。あ、やった、空いてるじゃん今日。やっぱ朝来るといいね。イエイイエイ、真ん前に止められるし最高すぎる。よし、行ってきます。ルンルン、ヒューヒュー、ヤッホー、一歩前進するぞーい。ふー、お疲れ様でした。なんか、いや待って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 、いやちょっと手が震えた。なんていうの、まずね、マネーオーダーって言って、なんていうの、書き留め、日本で言う。で、そのなんで私がって感じなんだけど、まあまあ、あのもう本当に気にしないで、まあちょっとそのなんていうの、申し立て料が必要なんですよ。それもね、最初私なんか、私何も悪いことしてないのに、なんで私がっていうのがあったんだけど、でもね、考えが変わって、あのなんていうの、This is my life だから、自分の人生だから自分でやろうとね、自分で決めて、そうそう、それでね、別に本当ね、もったいないけど、でもまあお金うんぬんじゃなくて、あの人任せにしないで、もう私が原告になってやろうと思って、それでね、今ね、その何、申し立て料みたいな、もう何でもお金なんですわ本当離婚にお金かかるんですよ。役所に行って、あの何、離婚届お金かかんないですよね。離婚するのにお金かかんないよねやだ、もう本当にね、うん、まあ何しろそんなわけでね、あ、ちょっと待って、どうしよう、今またしてもちょっと気が変わったので、ちょっとね、アリドラで行こうと思ったけど、ちょっと先にもう全部用事済ませよう。ちょっとターゲット行きます。ターゲット、そんなわけでね、ちょっと今朝のテーマはその、まあ、離婚と国際離婚ね。まあ本当弁護士使ってやるのが多分一番なんていうの、一般的だと思うんですけど、そうするとね、多分$2,000〜4,000〜5,000ぐらいかかると思うんですよ。でそうするとね、もう何もかも多分彼らがやってくれて、で例えば子供がいるとかね、その親権の争いになるとか、あるいはこう財産分与の争いになるとか、争い事があるときは、あの必ず、必ずっていうか、うん、やっぱりその弁護士を立てて、
やんないとですね。うん、だけどまあ私たちほら子供もいないし、私お金もいらないし、いらなくはないけどお金いりますよ、必要ですよ、だけどやつからは欲しくないし、まあ坊主にかけりゃ今朝までにくいみたいな懐かしいね、懐かしいっていうか、そうそう、だからまあ何も争わないんで、まあそんなわけでね、極力もともとはね、うちのなんかブローカーの女性に、あらもうそれ簡単よってこの間も言ったっけね、もうブローカーライセンス取るより簡単よって言われたけど全然無理っていう、私的にはもう無理って思って、うん、ちょっとね、弁護士じゃないんだけど、まあちょっとそういうなんていうの、エージェント、まあこう離婚ヘルプサービスみたいなねなんだそれっていう、うん、何でもいろんなビジネスあるんですよね、本当ね、そう、それをちょっと使いつつこうね、プロフェッショナルのなんかそれ専門の人のこうお金ね、それもかかったんですけど、でもいいのいいの、よくないけど、うん、自分の人生をね先に進めるためなんで、いいよ、ちょっとねもう9時半だけど、今日はとにかくもうやることやってから、何より行きましょう、はい、うん、疲れちゃんです、あーすっきりした、ちょっとね必要なことを全て終えました、やることやろう、イエーイ、当たり前ですね、なんか子供のねちょっと夏休みの宿題風な気持ちです、全部終わったから、さあ何するって、今日はごめんなさい、もう物件見るのをやめました、今日はね、お客様と約束はないので、もう波乗りに行きます、午後からちょっと友達と会うんですけど、もうねその前にもう今10時過ぎてるんですけど、何するって、波乗りしに行きます、レッツゴーアリードライブ、いやほんとね、多分最後にじゃないけどちょっと今なんかこう言っておきたいじゃないですけど、ほんと多分なんですけど、この動画を見てるね、見てくださってる方ではいないかもしれないですけど、全世界の国際離婚中の、もしくはそれを考えている、皆様頑張りましょう、イエーイ、不可能はないです、自分の人生だから自分で立ち上がって自分で頑張る、なかなかね、例えば本当お子さんがいたりね、私はまあ幸いっていうとあれですけど、物理的なね暴力はまあ基本的になかったんですけど、まあバーバルのねちょっともう大変などえらい目に遭いましたけど、ここではちょっとあまり触れないですけどね、本当にね、国際離婚だけじゃなくて、まあ日本でもね、日本人同士でもあるかもしれないですけど、めげずに頑張りましょうね、明けない夜はないと思うしね、 I feel you, I hear you、 というわけで、ではではまた後ほど。